プニプニどうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。妖怪ウォッチプニプニなんですけど、二の国との映画コラボイベント開催中で、9月8日からイベントマップに二の国最終決戦追加。で、なんか、魔獣ガバラスがガシャにも追加されとるんですよね。ということで、今回はですね、ガバラス、魔獣ガバラスを周回、100周して、最後に20連もね、やってみようかなと思います。このガバラスなんですけど、バトルしてたらめっちゃレアなアイテムドロップしおるんですよね。さっきなんか普通に神経験値玉ドロップしたし、みたいな。もしかしたら、必殺 G の秘伝書とか、必殺の秘伝書とかドロップするかもしれない。あと、ゲートボールとかもね、ドロップするかもしれないんですけど。一個、この魔獣ガバラス、なんか別に大して強くないんですよね。普通に勝てるみたいな感じだから、高速でできれば周回していきたい。なんか HP がだいたい5万ぐらいだよね。ステータスチェックしてみますと、5万9000。で、ダメージも342やから、別に大したことないんですよね。攻撃力超アップとかで、なんか一発必殺技ぶち込んだら簡単に倒せそうみたいな感じですよね。100周したらレアアイテムいっぱいドロップするんちゃうんかにゃん。精霊バンバレアさんとかでも言うの。一旦精霊バンバレアさんで、みんなの必殺技打てるようにして、ほいで、イケメン剣行きましてとは、クリスタルイケメン剣やって、で、リンネさん G でも決まるんじゃね ?HP5 万9000ぐらいだから。フィニッシュ。攻撃力ショーアップからの必殺技で全然いいね。大系剣地玉ドロップ。最初の1周目。大系剣地玉。なんか Y ポイントとかもさ、一緒に獲得できればいいんだけど、Y マネーしか今のところ獲得できないっていうね。Y ポイントドロップしてくれへんかな。魔獣のガバラスさん。ガバラスさんさ、ガシャにも一応ラインナップしてたやん。鎧着てたやつ。肌の色がさ、緑色で、ちょっと怪しいな思ってたけど、意外と味方なんちゃうみたいな感じ。だけど、なんか、魔獣として敵として出てくるみたいなね。もうなんか、雲みたいな、ドラゴンっちゃドラゴンなのかな、この、モデルとしてらは。ガバラスさん？ガバラスさんなんか、普通に人良さそうな感じのナメック星人っぽい感じやったんやけどなぁ。魔獣化してしまったか。なぜだ。闇落ちしたってことなんですかね。映画を見ないとその辺は分からんけど、映画のラスボスももしかしたらこのガバラスさんなのか、魔獣ガバラスなのか。で、今まではさ、1の国だったけど、最後のステージが2の国っていうことでね。魔法の世界だよね、と。最後の世界は2の国、魔法の世界ですね、ってことが。確かに背景も、あれだもんな。魔法の国っぽいもんな。2周目、ドロップなし。必殺 G の秘伝書は1個ぐらいドロップしてほしいね。周回したら。100周するからね。もうあとはひたすら、結果だけドドンパー、ドドンパーできる。レアアイテムドロップしたら、結果だけドドンパー、ドドンパーでいいね。編集の時。よし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 。もう今回ははっきり言って10分ぐらいでいこう。尺10分。実際は、1時間40分ぐらいかもしれない。しゃあもう高速で行くぞ。高速でー。Z ランクのさ、雷光武士ニャンとかおったら、速攻で必殺技打てんのかなかもしれないね。よき、よきかな。5万9000だから、ほんとに。必殺技、攻撃力超アップ要因もうちょい増やしてもいいな。セーブランバーさんで、攻撃力超アップからのよき。ヨッキーはちょっと攻撃どれぐらいのダメージかわからんから、スサノオで確実に倒す。まあ、ぶっちゃけヨッキーじゃなくてもいいんだ。3周目ドロップなし。4周目ドロップなし。ほいほい。5周目何かドロップしてくれるのか。これは黄色いコイン、Y コインですな。黄色のコインゲットだぜ。これで7、7周目、何かドロップするのか。必殺 G 狙い。必殺 Z 狙い。Z、Z。ちゃうなぁ。8周目。どうなるか。ドロップするのか。アイテムドロップなるのけならんのけ。9周目。9周目どうすか ?9 周目コイン。今度はオレンジ色。そっか。ガシャコインとかなんかそういう。コイン多めか。ホイフィニッシュ10周目いかがでしょうか。何かドロップしてちゃうみー。ダメー。だから10周して、ドロップしたの3つぐらいですね。確率10分の3。30% ぐらいの確率でドロップするのではないでしょうか。で、必殺の G とかゲートボールは今のところまだドロップしてない。100周して1個ドロップするかしないかぐらいなんでねー、みたいな。まあ、はっきり言うとこれもガシャに近いものがあるよな。これもガシャに近いものがあるぞ。確率の問題だから。運が悪いと全くドロップしないみたいなね。
100個勝したらさすがに1個ぐらいドロップするんじゃねみたいな。レアなアイテムね。なんかあれですよね、YouTube さんとかがほんと、Google さんがすごい今、子供の動画とかに対してすごい、なんて言うのかな。すごい今、ナーバスになってるよね。子供向けのチャンネルの広告一部停止みたいな。嘘でしょみたいな。なんだっけ、パーソナライズド広告停止みたいな。パーソナライズド広告って何みたいな。11周目どうでしょうか。11周目何かアイテムドロップするのかしない。だから、あれだよね。その人、視聴者に合った広告が多分パーソナライズド広告っていうことなんちゃうんかなみたいな。一般的なさ、なんか一時期、TikTok とか、TikTok やったっけ、忘れたけど、12週目行ってみましょう。TikTok とかが異常に広告出してる時あってん、ああいうのはパーソナライズドっていうより もう誰でも見るみたいな感じだよね。全員見るみたいな広告だったけど、パーソナライズド広告はもう本当に、子供だったら子供向けの CM みたいな。大人だったら、おじいちゃんだったらこういう感じの広告みたいな感じで、なんか個人情報持ってってるような、そんな感じなんじゃないでしょうか。知らんけど。はい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 、26周目、大経験値玉、久しぶりっす、アイテム久しぶりにドロップしたぞ、26周目で大経験値玉。はい、来ました、29周目、いかがでしょうか。大経験値玉、大経験値玉多いね。42周目、まさかのゲートボールドロップ、信じられへん。もうそんな落とさへんと思ってた。なんか結構しょぼめのアイテムばっかりやったから、ドキチング状態やったから絶対何もないと思ってたけど、ようやくゲートボール42周目で、おひょー、はい、久しぶりにドロップ。47周目、赤色のコイン、お、大経験値玉。57周目、大経験値玉。63周目、超経験値玉。結構レアなやつ来ましたね。ようやく63周目超経験値玉ゲッツ。69周目、赤コイン、コインもぼちぼち多いね。コインと経験値玉みたいな感じだよな。お、83周目でミニ必殺の非連勝。やっぱこういうのもドロップするんや。へぇ、ミニの必殺非連勝。もうここは普通の必殺非連勝欲しいところやな。98周目は紫色のコイン。あと2周で超レアアイテムドロップなるのか。99周目なし。シェコー攻撃力超アップからのリンネさんでとどめ。シャドウスラッシュという反撃もまあありますけども、と。100周目最後どうなんでしょうか、最後ドロップするのか。魔獣のダバラス何も落とさないということですね。結局100周してですね、一番良かったのが、ゲートボールかな。あと超経験値玉とかもね、ドロップしたんですけど。最後にガシャ回してみましょう。20連で回しても、ちょっとガシャの確率だけチェックしとくわ。はい。映画二の国コラボガシャなんですけど、ユーくんがまだ出てないんだよね。Z ランクのユー応急ギシリテリ 5% で、魔獣ガバラス出現率アップで 1.2%。100連マスター出るみたい。そんな確率か、魔獣ガバラス。ちょっと待って、魔獣ガバラスってなんか獲得ワイプアップとかそんなある？魔獣ガバラスは獲得ワイプポイントアップというわけではないと。マジか。はい、エスタバニア城の間とかで敵からのダメージダウンとか、そういう特攻っていうことか。まあいいや。ユウくんもまだ持ってないし、20連回しときましょう。来るかな？降ってきたら新キャラ、ユウくんがガバラスな感じやと思うんやけど。あ、すべて色カプセルのパーターン。すべてピンク色カプセルだと。もうガンガン開けていこう。ちょっとマジか。色カプセルから高ランク降ってくるパターンを信じて、トリプル S、Z ランク狙い、オレ流とか、エンラエンラカイとか。で、最後が、片乗り親方だね。20連目、いきます、最後は。泣いても笑ってもこれで最後。二の国、これがラストは。どうすか？とりあえず金閣で、OK。金のカプセルは最後にして、
きましょうと。かまいたちとかね。さとりちゃん、悟っちゃいます。おそらく金のカプセルには新キャラが入っているでしょう。悟っちゃいます。悟りです。あれねね、山岡美、そしてラスト。ダメでした。ズチー君も。